こんにちは、吉村と申します。ちょっと、話に言う前に簡単に、自己紹介しときます。僕、大阪で行政書士やってます。僕、大学卒業して民間企業にすぐ就職して、28年間サラリーマンを、しましたが、やっとやりたいことが決まったので、行政書士試験を2回受けて、やっと行政書士になれました。あ、早いこと、この話をせい。わかりました。では、始めましょう。あ、この話、僕、エセ宗教家でもスピリチュアルカウンセラーでもないんで、死後の世界がとってもええんよ。とか、臨死体験の話ではないので、そのことにまつわることはお話ししませんので、あしからず。あ、あらそう。じゃ俺、おいとまするわ。すみません、またの機会にお会いできたらいいですね。じゃ、さよなら。これからお話しするのは、僕たち、ごく一般の人の話になります。ところで、あなたは死ぬことが怖いですか？あ、当たり前じゃ、誰でも怖いやろ。そうでもないようですよ。女優さんなんですが、木野真紀麟さん、中村芽衣子さんって方知ってます？あ、聞いたことはあるなぁ。そうですか、よかった。その二方なんですが、死ぬことなんて怖くないわよ、って。言ってるみたいです。あ、マジか。マジみたいです。僕も、聞いた話ではあるんですが、立ち見、っていうらしいです。あ、でも、そんな人間もそうおらんやろ？そうですねー。僕もあまり聞いたことがありませんもん。あ、だから、俺も含めて大概の人間は死ぬことが、怖いんちゃうんか？なるほど。じゃ、あなた派なんで死ぬことが怖いんですか？あ、もう面倒くさいなぁ、怖いの、だから、なんで？あ、やかましい、さっさと船くなる話せよ。は、かしこまりました。で、僕たち、どうやって死ぬか知ってます？あ、おい、また、まあガンとか事故とかやろ。そうですよねー、悲しいかな僕たち日本人の、約 70% 破ガン、脳卒中、心筋梗塞で死ぬらしいです。他は、おっしゃる通り事故とかですかねー。あ、もうええから、船くなる話せー。あ、そういえば、天寿を、全うする、とか言うじゃないですか。あれ老衰って言うんでしょ。で、老衰って、どれくらいか知ってはります？あ、お前、質問多いなー。知らんわ、1.4% らしいですよ。100人で 1.4 人。あ、0.4 人ってややこしいですから。1000人24人です。あ、少な。あなた、老衰で死ねると思います。あ、もうやかましいな。多分、無理ちゃう。そんなに確率が低いんやったら。ですよねー。ところで、人間は死にます。あ、ボケ、そんなんわかっとる。あら、わかってはります？あ、知っとるわい。カス、だいぶ、言葉遣いが乱暴になってますが。あ、だから、人が死ぬことは当たり前なことぐらい、小学生でも知っとるっちゅうねん。ふざけとんのか。あら、じゃ、なんで死ぬことが怖いんですか？あ、そうです。あなたが言うように、人間って死にます。人間どころか、この世に生まれ、生きとし生けるもの、すべて死にます。このことは、天地がひっくり返っても絶対です。ま、天地はひっくり返らんでしょうけど、僕たちは、大概が仏教いたずらですよね。他の宗教の方は、すみません、日本人の一般的な話を、してますけど。あ、俺は、浄土真宗ちゃうぞ。真言宗や、真言宗も仏教です。あ、じゃ、仏教で一番偉い人って、誰か知ってます？あ、そら、御釈迦さんちゃうの。お、珍しく僕と気が合いましたね。そうですよね。御釈迦さん、ブッダとも言うみたいですが、その御釈迦さんも、死ぬことは、人としてこの世に生を受けたもの、すべからく、避けては通れんものぞって言うてはるんです。あ、マジか？はい、悟りはったみたいです。すみません、どうもこれ以上は一回では無理なようで、続くでお願いします。VOL、1は、ここまでとします。VOL、2に続きます。